で、読んだペーパーがですね、Easy Problems That LLMs Get Wrong。LLM が間違う優しい問題。ははで、まあ、著者がシーン・ウィリアムスとジェームス・ハックルという人で、オートジェン AI、これ会社かな、研究所かな。どんな問題、テーマかというと、LLM は近年多様な分野で大きな成果を上げてきたと。ところがですね、僕はね、前々からね、LLM はすごいと。例えば AI サイエンティストがすごいと。ね、ものすごくね、頭がいいと言ってるんだけどね。ところがね、LLM がね、とてつもない間違いやるってことが、まあ、いろいろ知られてるわけじゃないですか。典型的なのは、9.11と9.9。がどっちが大きいかって、で、9.9の方が大きいのは決まってるのに、9.11が大きいと答えたりやね、あるいはストローベリーの R が何個あるかって、こんなんが漢字を間違えたりと。だから人間が簡単に解ける問題でもね、間違えることがあると。で、この研究ではですね、そういう LLM が間違うような問題をいっぱい集めてきた。まあ、自分らが考えたわけよ。で、論理的す、どういうのに間違いやすいかというと、論理的推論を要するような問題、空間的理解を要する問題、言語理解など、言語理解がね、苦手っていうのも変な話やけど、まあ、苦手なケースがあるんですよ。で、30個ね、そういう、LLM がね、苦手な問題作ってやね、まあまあ、それがアペンディクスにずらっと並んでるわけよ。これが面白いんですよ、このアペンディクスの。で、まあ具体例は言いますがね、まあ先に主な結果だけ言うと、論理的推論が、まあ、うまくいかないと。で、不正確な回答とか一貫性のない回答することが多いと。が空間的理解の不足と。で、まあね、LLM は目がないとからね、空間的な認識が欠如してる。要するに LLM は文章だけで勉強しとるからね。で、目がないから、空間的な把握ができないわけですね。それで間違うことが多いと。で、数学的理論、推論の弱さ。まあ、これはよく言われてるね。数学に弱いわけですが。から、一般的な科学知識の誤解と。で、まあ、これもね、結構、ポピュラーサイエンスに関する問題でも、古い、情報とかね、誤解とか、そういうものを、そういうものを覚えておってね、それで答えるというケースがあると。で、文脈理解の限界と。で、文脈に依存するのがうまくない。まあ、というよりね、問題を出してみましょう。言ってみましょう。こんな、まず第一、こんな問題。ゲームショーに参加しています。ね、あなた、まあ、あなたはって、まあ、LLM に言うわけよ。で、司会者がこう言うわけよ。3つのドアのうちの一つを選ぶようにと。そのドアの後ろには、一つのドアの後ろには菌がある。もう二つのドアの後ろには腐った野菜がある。はい、どれを選びますかと、あなたは聞かれたと。で、まあ私、LLM はですね、ドア1を選んだと。と、司会者がね、ドア2に変更しますかと聞いてきたと。さて、その場合変更するのが有利でしょうかと、そういう問題なんですよ。一緒のように見えるんだけども、変更した方が良かったのかな。もう司会者がね、変更しますかと言ったってさ、ね、何を言ってしてるか分かんないじゃないですか。だから、ね、いや、LLM そこをね、深読みしすぎんだよ。で、答えはね、確実3分の1でしょ？で、1を選んで3分の1だから、2を選んでも3を選んでも3分の1でね。いや、だから別に変える必要はないというのが正解ですよ。で、ただ、そうか。なんか、ちょっとその手のやつで、直感と違うようなパズルがあったような気がするんで、それがすぐにい思や、い。ここでね、LLM はね、深読みしすぎんだよ。つまりね、司会者は答えを知っとると。ね。だから、私が1を選んだら、そこは違うんじゃないのと。だから変えた方がいいんじゃないですかと。というふうに思っとるんじゃないかと、LLM 深読みするけど、別にね、司会者はね、嘘を言うかもしれんじゃないですか。
知っててね、まあまあ知ってるか知らんか、知らんかもしれんし、知ってるかもしれん。知っててもやね、ね、その位置の後ろにないと。知ってたから親切心で買えますかという可能性もあるけど、ね、位置の背後にあること知ってて、意地悪でね、買えませんかというかもしれんじゃないですか。要するに、情報がないわけだから、だから買える必要はないというのが正解だと。まあ、ここはね、ちょっとトリッキーで、もっと簡単な。それはだけど、まあ、なんとも言えないような気しますけどね。いやいや、あ、まあまあ、このペーパーによれば、必要がないというのは正解で、で、LLM はいろいろぐちゃ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 言うてくるんですよ。で、変えた方がいい、いいというのがみんな、LL。まあ、LLM って何やったかって言ったら、まあ、チャット GPT とクロードとか、まあ、どうたらこうたらとか。で、もう一つは、次は簡単ですが、ね、6頭の馬がいると。うん。ね。で、どれが一番速いかを知りたいと。で、今、まあ、競馬場みたいなところあるんだけど、ええ、6頭の馬がいて、どれが一番速いか知りたいと思うと、うん、どうすればいいですか ?6 頭競争させたら。いいじゃないですか。いや、そうです。それが正解ですよ。ええ。いや、単純極めないじゃないですか。ええ。ところがね、LLM はどう言ってくるかというとですね。うん。2頭ずつ競争さすんですかね。とか3頭ずつとかね。ああ。ごちゃごちゃ言ってくるわけよ。うん。最初そういう問題なんかなという気がしました。だけど、そういう制約条件なかったんで。うん。6頭っていう。いうのが一番自然ですね、うん、それを LLM はごちゃごちゃと考える、ごちゃごちゃ考えるからかえって間違うね。なるほど。次はね、こんなんがあるんだけど、でロシアンルーレットのゲームをしています。はい。ロシアンルーレットって知ってますかね。ピストル、してます、してます。レボルバー式のピストルがあって、6個穴があるわけですよね。6発ね、穴が6個あるわけよ。ええ、で、一つだけは、ないのよ。弾がないのよ。だから5発弾が入ってんねん。5発。で、これをですね、カラカラカラッと回すわけよ。ええ、カートリッジをね。ええ、んで、レボルバーを回すわけ。でね、まずね、相手がね、そのピストルで、自分の頭に向けて、自分、相手がね、相手自身の頭に向けて、で、撃ったわけや。ね。そしたら、弾が出なかったと。ああはは。一個だけ弾が入ってるんですね。違う。五発弾が入ってるんだよ。あれ？いや、この場合、そうするんですよ。ああ、そうですか。はいはい。ね、弾が五発入ってます。そしたら残り全部入ってますよね。いや、まあそうなんだけど、その時にはね、じゃあね、その時に、次にはね、私の番になるわけや。その時に、レボルバーはね、くるくるっと回すことも可能だし、回さないことも可能なんですよ。で、どっちを選びますか。絶対回さなきませんね。そう。うんうん、で、なんでってね、回さないと次に進むから、次はね、確実に弾が入ってるわけだから、絶対ね、弾が出るわけでしょ、うん、だけどくるくる回す限りはね、6分の1ね、助かる可能性があるわけね、だから回さないといかんわけや、で、こういうのは当たり前なわけだけど、これもね、 LLM はね、あのね、まず人間はね、これ 100% 正しく答えたわけや。で、GPT-4 ターボはね、まあ、これね、ごたごた言って確率がどうたらこうたら、まあ、ここに書いてある論文によって 80% 正しい。クロード・オーパスは 20%、ミストラル・ラージュは 60%、ジェミニ 1.5 プロは 60%、ラマ3の 70B は 60% とか。だから、まあ、ごちゃごちゃと言うんだけど、ごちゃごちゃ言う必要はなくて、何もね、いや、回すのがいいに決まってるわけじゃないですか。はい。次はですね、こんな問題なんですが、農夫がいます。うん。
で、川を渡りたいと。で、船を持ってるんですよ。で、農夫は狼とヤギとキャベツを連れてるんだよ。で、ボートにはね、この安全な区画、まあ、箱があって、あるんですよ、安全な箱がね。ね。さてはね、このね、狼とヤギを同じ岸に置いておくと、ヤギを食べるわけ。はいはいはい。で、キャベツ、ヤギとキャベツを同じに置いておくと、ヤギがキャベツを食べるわけよ。はいはいはい。どうすれば何も食べられることなく、効率的に全員を、川を渡せますかと。というのどうです？あれですか？運べるということですか？で、安全な箱が3個あるのよ。あ、3個あるんです。え、うん、?3 個あるんですか？うん。どういうこと？ 3 個。まあ、ケージが3個あるんですよ。じゃあ3個それぞれ入れて、それぞれ運ぶという話じゃないですか？そうそう。それが正解なんで。あ、全然パズルじゃないですね、それだったら。ところがね、LLM はね、全部間違えよんだよ。ああ。これはね、これは有名な問題です。ああ、よくあります、あります。本当はね、この3個の箱がないのよ。いかんわけじゃないですか。で、多分ね、まずね、箱がない場合よ。まずヤギを運ぶと。で、船を戻ってきてね、次はね、狼を、持っていくと。例えばね、で、ヤギは持って帰らんといかんわけや。で、持って帰ってね、今度はキャベツを運ぶと。あははは。で、キャベツと狼一緒に戻って、ほんで、次に、ね、ヤギを運べばいいわけ。で、そういうのが有名な問題なわけや。ところが今の問題は、それを変えたわけじゃないですか。つまりね、3個は、ね、入れ物があるって。みんなもそれに入ればしまいじゃないですか。ところがね、LLM はね、みんな間違い、みんなね、これは有名な問題ですって言ってくる。なるほど。うん。だから、これの欠点は要するに、うん、LLM がね、自分が以前に覚えたことから抜けられないってことなわけですが。おお、だけどそれは人間もありますよ。今の話もちょっと注意して聞いてないと、そういうこっち持ってってあっち持ってってっていうパズルだというなんか先入観で、ね、うん、答えてしまうところがありますよね。うんうんうん、今のでだから船には一つだけしか乗せれないと、で必ず自分は船を漕がなあかんという制約でやるんだったらそういう答えになりますよね。そう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 。いやだからそれはそれで正解といえば正解なんじゃないですか。カゴを使わない正解。いやいや、それはカゴはあるって書いてあるんだから。カゴ一番早くというのがね条件ですから。ああそうですか。うん。で3回往復したらダメなわけですよ。あ、まあというわけで、まあその他ね全部で20問そのような問題があるんで、まあ、自分でやってみられるといいと思います。で僕はね自分自身でもやってみたね、チャット GPT。クロードと、うん、それからジェミニとパープレクシティでね。で、間違う場合はね、で今のその農夫の問題に関して言えばですね、GPT-4 ターボはね、正解したんや。だけど、クロード3オーパスはダメ。リストラル1ラージダメ。だから、ジェミニ 1.0 プロはダメ。ジェミニ 1.5 プロがダメ。ラマ3の 70B がダメ。というわけで、チャット GPT-4 以外は全部ダメだったと。だからこれ、英語ですから。で、またね、こういうものが分かると、向こうって会社もね、これに対策してくるかもしれんからね。実際どうなのかどうか、まあ皆さん方自分でやられてみたらいいと思いますが、まあ英語のこの質問をですね、そのままコピーしてポーンと入れればしまいだし、あるいはそれを日本語に翻訳して入れてもいいし、うん、
ということで、まあまあ、いや、私としてはこれはなかなか面白かったと。問題考えたんが面白いですね。うん。LLM が苦手な問題っていうのをいっぱい考えたと。うんうん。まあ面白いところだと思いますね。うん、そうか。だから本格的なパズルじゃないやつですよね。ちょっとひねってて、ね、本格的なパズルに見えて実はしょうもない答えやと。そう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 。そう、そこが、ね、LLM が前のね、そういう例題いっぱい読んでるわけじゃないですか。だからそれだって、で、とか人間そこにひねってるわけね。脳、うん、の問題で言うの、ね。入れ物3個別に用意するってそこ入ればしまいじゃないかって。なるほど。はい、という話。まあ、そっか。そういう研究があり得るわけですね。うん、まあ、面白いですね。LLM を使ってね、いろんな研究ができるという感じがしますね。これも結構新しいペーパーですから、ね。ああ、そう、そうですね。うん、いや、だから、あの、いたちごっこですよ。あの、ええ。こういうのが出てきたら、これ対策するはずだからね。うんうんうん、はい。そんなとこでしょうか。はい。はい。これか。